なたが仮に大金持ちで、大きい会社の社長で、政治家の多くは親戚で、官僚の多くは親戚で、裁判官の多くは親戚だという家系に生まれたとしましょう。あなたはいわゆる名家の母子息です。でも安穏として入られません。あなたにはたくさんの役割があるのですから。あなたは生まれながらにして権力を手に入れることが決められています。あなたは有名な大学に入らなければなりません。でも大丈夫、問題を作る人も親戚ですから、お父さんが何とかしてくれます。大学に卒業するまでには自分の進路を決めないといけません。政治家か官僚か会社の社長か。あなたは長男ですから会社の社長がいいでしょう。次男は官僚にします。次男は官僚になるために勉強をしなければいけません。でも大丈夫、おじさんの親戚が問題を作る人ですから問題なく官僚になれます。基本的に裏口入学が暴露されるのは親戚でもないのにそれをやろうとするからです。親族で固めれば何をやっても大丈夫、心配ありません。あなたはまず政治家の娘か、あるいは他の会社の社長の娘と政略結婚をしなければなりません。そのようにしないと親の利権を受け継ぐことができないのです。政略結婚によってあなたの地位は一段と揺るぎがたいものになります。さてあなたは会社の社長になりました。土建屋がいいでしょう。100億のプロジェクトもありますから。仕事は公共事業が良いでしょう。お客は国ですからたくさん取れますね。入札で金額を決めなくてはなりません。でも大丈夫、官僚なんて安い金で買えますから。5000万円で100億のプロジェクトが受注できるなら安いものです。きちんと談合システムも出来上がっていますから、あなたが苦労する必要はないのです。談合で値段を釣り上げて同業他社持ち回りで仕事を受ける。日本全国どこの入札もきちんとこのシステムが出来上がっています。例外はほとんどありません。知り合いの勤めるある会社では同日に複数の入札があったので仕方がないから3年先輩が入札に行ってきました。その時は他社が取ることに決まっていた入札でした。1度目の入札の値段と2度目の入札の値段がきちんと決められており、間違ってその仕事を取ってしまうと大変ですから非常に緊張したそうです。で、何事もなかったように予定された価格で落札されたそうです。普通入札の前には役所から電話が来ます。これこれの仕事はこの値段で、この時の価格は企業にきちんと利益を乗せた価格が提示されます。きちんと企業側の価格マニュアルがお役所に備え付けてありますから、こちらで再見積もりをする必要もありません。同業他社で順番に仕事を割り振ります。役所にはそれなりの賄賂が必要なのではないかとご心配は無用です。役人はその時はタダでそうしてくれることに決まっているのです。あなたの会社に仕事がないから新聞雑誌を見ている役所を退職した人がいるでしょう。その人が昔そうしてくれていた役人なのです。その年収退職金が時代を超えた賄賂なのです。気が長い仕事です。あなたは日々の企業活動でごく普通のことをしただけなのに、それが元で逮捕されそうです。でも大丈夫、今までそのためにいろいろと金を出してきたのですから。まず親戚の議員に連絡を取ります。検察に圧力をかけてもらいましょう。あなたは大物ですから適当な小物を逮捕させてそこで終わりということで手を打ちましょう。その小物には後でお小遣いをあげるのを忘れずに。あなたは名家ですからそういう事件の矢面には立たなくても良いのです。三男は有名な銀行家の娘と結婚して大銀行の役員です。最近不良債権がどうしようもなくなって大変です。あの時は何をやっても儲かったので自分の懐にも10年分20年分の利益を入れましたが、赤字だからってそれを出す道理もありませんよね。自分のものは自分のもの、自分の会社の赤字不良債権は公的資金すなわち国民の税金で賄いましょう。そんなことできるんですかって。大丈夫大丈夫、大蔵省の人脈が生きてくるのです。退職後あなたの会社に天下りしてもらって年収3000万退職金5000万のはした金で10億20億ただでもらえますよ。安いものです。普通そんなことしたら税金を払う人は怒りそうですが、大丈夫、何のために教育していると思っているんですか。
お上の言うことには絶対文句は言わせない。という教育を徹底してるじゃないですか。基本的に一人一人なんて怖くありません。何の力もありません。団体組織となって主張しなければ何の力もないじゃないですか。そして、団体活動とは少し頭がおかしい人たちである。一人の考えで一人で行動するのが一番いいのである。と教えておけば、その通り。労働者の教育は大切です。小さいうちからきちんとしつけ、教育、していますから全然心配ありません。団体になったって、怖くありません。右翼や暴力団なんてはした金をつけ届けておけば尻尾ふりふりついてきますよ。それに右翼や暴力団だってあなたの親戚なんですよ。今日も裏も両方あなたの味方です。親戚のおじさんが文部省で頑張っています。みんな親戚仲間じゃないですか。こんな時こそ親戚一同力を合わせて国の金をかすめ取るのです。いえ、あなたはそんな意識も持つことはないでしょう。みんなあなたたち親戚の管理下にあるのですから、かすめ取るも何も当然のことをするだけです。国民というあなたたち親戚のための労働者にはある程度の餌を与えておけば何も言いませんから。金沢明、野村証券第一勘銀の総会や事件で迂回融資を考案主導して逮捕された第一勘銀副頭取高橋治即、東京の2つの信用組合を破綻させた乱脈経営事件の最高責任者、EIE グループ総帥、瀬川実、右翼の政商、小玉誉れ支部に株取引を指南してライヤーを送られ、総会や小池隆一との関係を築いた野村証券社長、飯田洋太郎、日本最大の軍需工場と原発の利権で国家予算を浪費しながら、橋本政権の行政改革委員長を務める三菱重工社長、イコール、会長、和田俊信、通産事務次官から石油公団総裁となって、石油業界に君臨し、通産官僚の天下りを支配した涌井事件の黒幕、住田聡、大蔵事務次官として第一勘銀合併と重戦設立に奔走し、日銀総裁就任後、大蔵官僚の天下りを支配してきた金融界の黒幕、山田菊を涌井事件で逮捕された石油業界谷町の涌井純一に、総額40億円の莫大な金を融資した三菱石油社長、橋本龍太郎、証券不祥事で大蔵大臣を辞任後、火だるまになって両体制を改革すると宣言しながら日本全土の非難を浴びた総理大臣、若狭徳次、運輸事務次官から全日空の天下り社長となり、ロッキード事件で逮捕後も陰性を強いて辞任に追い込まれた業界の黒幕、金丸、新、公共事業でゼネコン談合の元締めを務め、100億円の不正蓄財に鬱を抜かし、脱税で逮捕された自民党副総裁、鈴木慎介、右翼の政商、四元義隆と密着し、東京の安全信用組合理事長として高橋治即と共に金融破綻を招いた最高責任者安藤太郎、暴力団が暗躍した地上げによって不動産バブルを生み出し、7000億円の不良債権を生んだ糸満事件の住友不動産社長、松下康夫、鉄拳公団接待事件をもみ消した後、大蔵事務次官から、桜銀行設立会長となり、後金融不祥事を隠蔽する日銀総裁、高瀬勝沙ら、涌井事件の通産省内調査担当官として責任者を調べながら、官僚全員を軽微な処分に付し、巨大腐敗を隠蔽した通産官房長、有吉、清、大蔵省造幣局長、国民金融公庫総裁から重戦の地銀政府住宅ローン社長に天下り、経営破綻を招いた最高責任者、武藤義文、岐阜浅野コンクリート工業社長として赤字建設国債による国民負担を増大させた後、行革担当大臣になった総務庁長官、斉藤悟へ、ゴッホの絵画を購入し、宮城県の大規模開発汚職事件で逮捕された日本一の高額納税者、大昭和製紙会長、中西圭介、東京佐川急便から莫大な政治献金を受け取り、日清労組合破綻事件に暗躍したオレンジ共済事件の重大疑惑者、松下蓮浦、厚生省役務局長から緑十字に天下り、社長として非加熱製剤の販売を続けて逮捕された薬害エイズの最高責任者、竹内藤夫、茨城県内の公共事業に絡んで自治体史上最高額の賄賂をゼネコン各社から受け取って逮捕された茨城県知事、原、徹、大蔵省理財局次長、防衛事務次官から重戦の日本ハウジングローン会長に天下り、
経営破綻を招いた最高責任者、石川六郎、自治体汚職の中核となって日本全土を腐敗させ、莫大な政治献金と公共事業拡大で経済破綻を招いた鹿島建設会長、田波浩二、大蔵省理財局長として財政投融資を支配後、橋本行革会議の黒幕官僚として出席し続けた内閣内政審議室長、竹下、昇、公民党事件、金屏風事件の大金疑惑を残したまま、東京佐川急便の小針小読みから莫大な献金を受けた総理大臣、熊谷田三郎、原発建設で巨財を成し、科学技術庁長官となって高速増殖炉文殊建設に邁進した北陸一の長家、熊谷組会長、安川大五郎、日本原子力研究所の設立理事長となり、日本原子力産業会議の会長として君臨、石油、原子力業界を支配した黒幕、江戸英雄、逮捕された茨城県知事、竹内富士夫の後ろ盾となって暗躍し、地下バブルを招いた三井不動産会長、田中角栄、土建事業の総帥として首相の座を占め、ロッキード事件で逮捕された日本政界腐敗の元凶、岸田文雄、経団連に、300億円の巨額献金を要求し、自民党の腐敗を促進した党の金庫番、経理局長、小佐野健二、ロッキード事件で小玉誉れシフトともに政界工作で大金をばらまき、稲川会、石井進会長の事業を援助したホテル王の清少、小沢一郎、300億円献金事件を主導し、二神組破綻事件の高橋修則と賭博旅行に遊んだオレンジ共済事件の疑惑の中心人物、森、木明、リクルート事件で1億円の株売却益を懐に入れ、逮捕されないまま政界腐敗の陰に暗躍してきた自民党総務会長、松永康左衛門、電力事業再編成審議会の会長として、今日の電力9社体制を作り、首脳人事を決定した独裁者、土屋義彦、埼玉県の福祉施設をめぐる厚生省汚職事件で逮捕された岡光城ザムの背後にいた黒幕、埼玉県知事、大久保利治、ロッキード事件の丸紅ルートで政界工作を行い、逮捕された後、真相を暴露した丸紅専務員、吉郎、エイズ研究班発足時の厚生大臣として薬害エイズを放置し、後銀行会に莫大な政治献金を要請した大蔵大臣、細川守樹、総理大臣退任後、オレンジ共済事件で逮捕された友部達夫から3000万円を受け取った新進党の選対委員、檜山、江、ロッキード事件の丸紅ルートで政界工作を行い、逮捕された丸紅会長、佐藤真嗣、して集団、光進の系列会社社長を秘書とし、涌井事件の通産官僚の腐敗を放置した通産大臣、中曽根康弘、ロッキード事件、リクルート事件、国際工業株相対取引の疑惑を残し、薬害エイズを生み出し、行革に失敗した総理大臣、明石、康氏、湾岸戦争で2兆円の国税出費に奔走し、カンボジアへの自衛隊海外派兵を強行した国連事務次長もし、この全員が一族であったなら、